イッチプロジェクトへようこそ。ロストジャッジメントを続きやっていきましょう。じいさんです。ゲーム早くやりたすぎて自分の名前言うの忘れる。さあ、いけすかね、女教師に会いに行くか。もう普通に自由にカッポできるようになっちゃった。ここか、職員室。ごちゃごちゃしてるな。でもなんか学校のさ、ドラマとかでもうこういうごちゃごちゃしてるよね、職員室って。何かご用ですか？すいません。沢先生いらっしゃいません？すぐに戻ってくると思います。失礼ですが、丸眼鏡似合ってるな、この人。あ、別に大したもんじゃ。沢先生の席ってどこですか？少しお話できたらすぐ帰りますんで。あそこのデスクです。英語の本がたくさん並んでる。まあ、英語教師だもんね。どうも。え、勝手に。なんか生徒との写真が飾ってある。これかな、沢先生のデスクは。ハローワールドとか書いてある。沢先生は御子柴の教育実習を指導してた。何か御子柴を知る手がかりはないか。これは生徒たちの写真。でも清涼高校と違う制服だ。ていうかこれもしかして先生本人か。 JK 時代の沢先生か。なるほど、生徒たちはこの写真を見て親近感を持つのかもな。これ誰だ、後ろ。奥にも別の写真があるな。この学校の生徒か。すげえ中見たいけど今は人目がある。ん？沢先生は英語教師みたいだ。英語の本がたくさん並んでる。これは？これ違う人ですか？あ？これは？出席簿興味あるな。沢先生はこのクラスの担任を受け持ってたはずだ。なんだ？ノート PC は人目があるし、さすがに無断で見るわけにはいかない。ぐらいか。今回猫とかいないんだね。なんでこんなところに。まだいらしたんですか？ええ、ちょっと沢先生にお伺いしたいことが。何です？御子柴ヒロについて。え、あ、なんか空気変わったぞ。2ヶ月前に沢先生が彼の教育実習を見てあげてたと理事長からそう聞きました。なんであなたの口から御子柴君の名前が。彼が失踪する前、なんか変わったことなかったですか？トラブルを抱えていた様子とか。さあ、あの子は突然実習に来なくなったんです。それ以上は何も。もう少しよく思い出してくれません？は？話を切り込むにもなかなか材料がないな。別の切り口から言ってみるか。いえ、じゃあその御子柴くんの4年前の件についてはどうです？沢先生は当時もうこちらにいらしたんですよね。え？ここの生徒さんが自殺した時、ネットでいじめがあったんじゃないかと噂されました。その加害生徒として御子柴くんの名前が上がってたはずです。ええ、でもそれこそただの噂です。彼のいじめはなかったってことですか？私は英語を教えてただけですが、御子柴くんは成績優秀でいい子でした。この間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやってたし。だから。いじめをするような子じゃない。そうですね。じゃあなんでネットに名前が。私に聞かれても困ります。妙だな、さっきの甲田さんへのいじめの時とは随分テンションが違うみたいだけど。
確かにさっきめっちゃ乗り切りこっち噛みついてきてたのに、えらく塩らしいじゃないの。裁判までしていじめはなかったとされてるんです。隠すんですか。江原さんとの裁判ですよね。亡くなった生徒さんの父親で東京の警察官、この間痴漢で捕まってしまいました。ほらテレビで見ませんでした。ええ知ってます。でもそれが何です。さっきから何が言いたいんですか。多分江原さんは今も三越馬くんのせいで息子が自殺したと考えてます。あのね八神さん。はい。何をしてるんです。あなたはもう理事長の依頼は済んだはずですよね。それになんでそんなに堂々としてられるんです。え、昨日は警備に通報までされて。仕事なんでね、こっちはすぐお帰りになると思ってましたよ。仕事なんで。三越馬くんの話さえ聞けたら長居しません。それならさっき言ったので全部です。じゃああと一つだけ。彼生徒たちとうまくやってたって言ってましたよね。その生徒たちって例えば誰のことです。それはバスケ部入ってくんのかよ。三越馬くんも以前バスケ部だったんです。ほー。教育実習中も練習に顔を出してたみたいで。バスケ部ってじゃあさっきのあの連中とも。ええ、あいつらバスケ部の風貌してないんだよな。三越馬くんとよく話してました。絶対幽霊部員だろ。またあいつらが妙に絡んでくるな。わかりました。ご迷惑みたいなんで、あとはバスケ部の子たちを当たってみます。生徒当たる方がやばくない。あ、まったく。あの後ろ三越馬なんかな。海藤さん聞こえるか。まだ学校にいる。なんだよタボ。どうだよ、帰っていいって言っちゃってたよ。もう俺らは帰っていいんじゃなかったか。そんな釣れないな。拗ねてるみんな。沢先生と二人で楽しくお話ししてたんだろ。全然楽しい話なんてできるわけないでしょう。むしろ嫌われたかも。でも気になる情報を聞けたからちょっと手伝ってほしいんだよね。ああ、なんだよ。例のバスケ部のいじめっ子たちを探したいんだ。手貸してくんない？鳩飛ばしてさ。やっぱ俺の助けがいるわけか。可愛らしいな、みんな。ドローンの定番だな。よろしく。俺は体育館あたりから探してみる。やっぱこうのけものにされるとみんなってなるけど、こうやって頼った時喜んで手貸してくれるんだね。いい。わー、私こういうショーケース見るの好きだったな。もう中学校の時かな。こうやってこう学生服これですよみたいな、なんかあったよね。来賓の人たちが見れるようなやつ。いや、盗撮魔の話してる。あれ、ここの食堂でご飯食べれるの、もしかして。でもね、なんか休むたんびに体力回復するからすぐ回復しちゃうんだよね。これ食べれんの。いらっしゃいませ。食べれる。なんか黒いけど、あ、体力全開だからか。へえ、定食とか。ありがとうございました。ありがとう。さあ体育館向かいましょうか。なんか悪い意味で2年2組で、ね、目立っちゃってるな。え、体育館で何やってんだこいつら。え、体育館ってみんなこうやって遊びに来るもんなの。私知らないけど。浮いてるよね絶対。てか土足 OK なの。いや、上履きだな。あ、あれ、あの子バスケ部だもんな。高田さんだよな確か。彼女もバスケ部だ。三越馬のこと知ってるかも。お前大丈夫？めっちゃがっつり靴で入ってきてない？高田さん、うまいんかな。結構背ちっちゃいけど結構繊細なプレーをするタイプの子かな。あら、惜しいね。
シュート。惜しかったね。え？2年2組の甲田さんでしょ、バスケ部の。はい。あ、そっか。私ちょっといいかな、めっちゃがっつり話した記憶あったと思ったけど、教育実習に来てた三越芝って先生のことで。誰だこら。聞こえるかターボ。はい。さっき例のガキどもが遅いよ言うな。海藤さん、それもうちょい早く知らせてくれたらな。あ？なんだって？おこらバット、んなもんに使うな。おい、なんなんだよてめえは。なんだよ。マジで誰なんだ。後ろから不意打ちしといて、ずいぶん偉そうだな。文句あんのか、この不審者。こうだ。あんた、そいつと何話してたわけ？別に、何。ちょっと声かけただけやんけ。俺はさ、三越芝って教育実習生のこと彼女に聞こうとしてたんだ。お前らも知ってんだろ、バスケ部だもんな。不審者が慣れ慣れしい口聞くんじゃねえよ。なんなんこいつら、どんだけぶちのめされても全然態度改めないんだけど。めった打ちだ。昨日も世話になったし、こんくらい半でいいよな。そうだな。何回来ても一緒だよ結果。ああ、いいよ、それでも足りないぐらいだ。ざけやがってぶっ殺してやる。お前それだけの怪我で済んでよかったな、むしろ。バトルスタイル竜。あれこれなんで今、あ待って、敵が持つ武器を解除できる。おい、なんか一瞬なんかある程度まで物語が進むとみたいなチップ捨ててなかった。何、掴めばいいの。何、あ違うね、難しい、これ体力あれだ、タイミングだ。 OK ってことね。おバカさん、すぐいて話しちゃうなんて。君もこれもらおうかな。結構簡単だな。降参する。竜が使いやすすぎて私一生これに依存してる。へい、お強いじゃん、よくやった。思ったより根性あるじゃん。けどそれもっとためになる使い方あんだろ。くそ、離せ。何やってるのあなたたち。誰、お前かい。おい、行こうぜ。お前らが武器持ち出してきたことは黙っててやるよ。ああ聞いてるんですか。ちょっと行き違いがありましてな。別に何でもねっす。しっかり教育しろよお前、口だけかよ。まったく何考えてるんです。3回目だよ、むしろ学校の中で生徒と喧嘩なんて。どうなってんだよお前とこの生徒。いい加減部外者は出て行ってくれません。一応俺理事長に呼ばれてきてるんですけど。ええ、そうでしょうね。でも理事長だってもし生徒や保護者たちにあなたたちのこと質問されたらなんて説明できます。まさか隠しカメラで校内を監視してもらってるなんて言えるわけないですよね。うん、確かに。いいですか、今度何かあったら理事長のことだって全部ぶちまけますよ。困んの理事長じゃない。私がかばう義理なんてないんですから。だいたい学校の中をそんな格好で。なんでこの格好ダメなの。とにかくあなた方はすぐお帰りになるべきです。格好でとやかく言われるの海藤さんだけだもん。まだいるよね、理事長と変わってくんない。助けがいるんだけど。あの女邪魔。
さん、確かに沢先生の言う通りですよ。これはどうやらもうお引き取りいただいた方が。私の方はおおむね依頼を果たしていただけましたし。あ、じゃあ理事長、こんなのどうでしょう。俺を教師とかで雇った体にしていただくと。いや、用務員の方がいいと思うよ。それなら校内うろついてても OK ですよね。教員免許がないと教壇に立てませんが、お持ちなんですか。持ってない。いえ、弁護士バッジじゃ変わりならないよ。え、弁護士。まあ立派な資格だと思いますが。うん、立派だよ。だからといってそれは。そこをなんとか。どういうことだよ。無理無理。なんともならないと思います。無理だよ。まあ他にあとあり得るとしたら、何か部活の外部指導員という形でしょうか。バスケ教えよ。ああ、なるほど。部活の顧問とかそういう感じの。この学校カンフー部とかないですかね。ないだろ。得意なんですけど。カンフー得意なのかよ。ちょっと、いや、そもそもどこの部も手は足りてるんでした。ダメか。なので残念ですが。そうですか。よう、カイトだ。俺らはもう撤収するぜ。みんな言ってるんだ。カイトさんだけかと思った。ガン首揃えててもしょうがねえ。お前も一旦引き上げた方がいいんじゃねえか。それじゃあ沙織さんに合わせる顔がないんだよ。そうだよ。そうかい、ならお好きに。じゃあな。今日だけでも御子柴のことを聞き込めりゃいいんだ。何か校内にいていい口実があれば。主演の求人でも出てないかな。確か学校入ってすぐのところに受付があったぞ。今日だけ一日用務員お願い。一日用務員。そんなに激しい格好してる？わかんないな。でも学校の先生とかの服ではないのはわかるけど、学校関係者じゃないしな。ここだ。大元で求人がないか聞いてみるか。ん？掲示板に張り紙がいっぱいあるな。もしかしてあそこに学校の求人出てたりする？出てないだろう。学級のやつだろ多分これ。学生が使う部活動のやつだよ。そこだ。あ、外部指導員急募って書いてる。え？やはり間違いない。あ、この子もしかして何か。あの盗撮の。まさか戻ってくるとは。犯行が発覚した後だというのに。犯行？あ、あの子だ。この子昨日俺を罠にはめた。よりによってこんな時に。放火犯や強盗犯は現場に戻ってくると言いますが、あれは本当だったんですね。クソ生意気な女だなこいつ。盗撮魔さん、あの時顔は見られてないはず。カメラも回収済みだ。問題はない。盗撮魔、何のことかな。階段に盗撮カメラを設置して女生徒のスカートの中を覗こうとしたでしょ。興味ねえよお前らみたいな。マジで何言ってるのかわからないんだけど。あの、俺忙しいんで。待ちなさい。あなたが履いているスニーカー、お、それこそが動かぬ証拠。盗撮魔が履いていたものと全く同じ形なのです。すごいなこの子、探偵の素質あるぞ。逃げられると思わないことです。あのさ、さっきから何なんだよ。スニーカーが同じだって、そんな根拠で人を犯罪者扱いするのはどうかと思うよ。同じスニーカー履いてる人なんていくらでもいるでしょう。スニーカーが同じことだけが根拠ではありません。実は先日盗撮魔が現れた時、カメラの前の床に透明な塗料を撒いておいたのです。ブラックライトで光る塗料をね。え？油性ですから1日くらいでは落ちません。今もそのスニーカーに付着しているはず。要するにあなたは自分の体に証拠を身につけたまま、愚かにも現場に戻ってきてしまった
というわけです。なんだこのクソ生意気なガキ。あれ俺なんか追い詰められてる？女子高生に。清涼高校ミステリー研究会に感づかれたことが運が好きだったということです。どういうこと？ミステリー研究会、何する部なのそれ。さあ盗撮魔さん、共に職員室に。ちょっと待ってくれ。証拠まであるだってかなりまずいな。あどうする。はあ、いやねじ伏せるのはなしだな。とぼけるか。ブラックライトで光る透明塗料ね。そりゃ気づかないわけだ。だけどさ、仮にそれが俺のスニーカーについていたとしても証拠として弱いんじゃない？校内はいろんな人がうろついてるわけだし、うっかり塗料を踏むことだってあるでしょ。いいえ、塗料を踏んだのは犯人だけです。間違いありません。ずっと見張っていましたからね。一緒にいた体育の先生もそう証言してくれるはずです。なるほど、抜かりないな。いい加減諦めたらどうです。そう簡単に諦められるかってんだよ。逃げるか。ここはひとまず逃げるか。逃げても無駄ですよ。証拠はもう一つあるのですから。はい。盗撮カメラは回収されてしまいましたが、幸い事前に写真を撮っておいたのです。はあ。そして私はこの写真からつくもカメラの購入セショップを特定しました。お前それ手作りじゃねえのか。マニア向けの某ネットショップでのみ販売されている特殊な仕様の商品のようですね。この情報を警察に提供すれば、つくもなんでこれ作ってくんなかったんだ。お前何略してんだよ。捜査の一環ということならばショップも顧客情報を開示するでしょうからね。つくもなら足がつかないようにしているだろうが、警察沙汰にされるのはまずい。わかりましたか。逃げても無駄。ここはおとなしく私に従った方が賢明だと思いますよ。確かにここで逃げるわけにはいかなそうだ。ねじ伏せんなやめとこ。さすがに手は出さないでおこう。ちょっと話し合おうか。話し合う。詳しい事情は話せないんだけど、今警察を呼ばれると非常に困ったことになるんだ。下手に出たな。できれば穏便に済ませたい。ここは一つ何か妥協案。私が求めるものはただ一つ、真実だけです。コナン君か。同情を引く、脅迫する、買収する、その他もろもろ交渉は通じないものと考えてください。真実ね。話すわけにはいかないんだよな。やっぱりここは交渉するしかない。真実を知るにはまだ君は幼すぎる。全ての真実を知るにはね。だから子供はさっさと帰って寝なさい。なんだなあ君。俺が女子高生のスカートの中を盗撮して興味ねえお前らみたいなチンチクリのスカートの中に見えるか。うん、確かに見えませんね、一見は。でしょ。だったら俺が盗撮魔だなんて。ですがそんな初歩的なミスリードに惑わされていてはミステリー愛好家としては失格。はい。ああ、古今東西のミステリーでも犯人とは一見そうと見えない意外な人物であることが多い。ミステリーってそっちか。これは現実においてもしかり。ですので犯人に見えないという事実は何も意味しません。はあ。ミステリー慣れした私の目を欺けると思ったら大間違いですよ。なんかミステリーとさ、オカルトがちょっとごちゃになってた私。だが理屈は通用する相手だってことだよ。そうだね、推理がね。そういえばこの子俺に話しかける前に掲示板に何か貼ってなかったっけ。はい。なんかあれだよね、これで足元見るのはどうかと思うよね。怪しいな。清涼高校ミステリー研究会部活動のチラシみたいだな。この子がさっき貼っていたのはこのチラシか。何何。清涼高校ミステリー研究会部長天沢でいいのかな、京子。外部指導員急募。
顧問の先生が学校を辞めることになり、ミスケンは廃部の危機にあります。校内の先生は忙しく顧問ができないため、外部の方に指導をお願いしたいと思います。身近な人で作家や探偵の方が、ちょうどいいじゃん。全部書いて、ああ、これは交渉材料としては良いのでは。探偵だからね、こっちも。君、ミステリー研究会の部長さんなんだよね。天沢京子さんっていうんだ。それが何か。そこのチラシに書いてあったんだけど、顧問が辞めちゃって困ってるんだって。以前の顧問の先生が結婚を機に退職されまして、代わりを務めてくれる顧問の先生がいないのです。理事長も代わりの顧問を立てることに後ろ向きで、おかげでミスケンは廃部の危機ですが、ご心配なく。私があなたを捕まえて盗撮魔として差し出せば、手柄を一つ立てられます。そうなればミスケンの存在意義は証明され、理事長も外部指導員を探してくれるはずです。いやー、それはどうかな。ミステリー研究会の顧問ができる人材なんてめったにいるもんじゃない。高校の顧問を引き受けてくれる探偵や作家がそう簡単に見つかるかな。ね、まあ確かに難しいとは思いますが。だろ。そこで俺から一つ提案なんだけど。顧問になりましょう。俺が顧問をやろうか。は？あなたが？実は俺探偵でさ、神室町の。え？探偵？そう、八神探偵事務所の八神隆之。高い。学校に来てたのも調査でね。詳しいことは教えられないんだけど。もしかして盗撮カメラも調査のために？そこは想像に任せるよ。守秘義務があるんでね。だけどいかがわしい目的があったわけじゃない。そのことだけは確かだ。覗こうとしていたのはスカートの中ではなく別の何かだった。だけど調査のためだとしたら、それはもういいんじゃないか。誰が依頼を？まさか学校関係者が？ああ、推理中のところ悪いんだけど、いいかな。実を言うと俺としても顧問になれると好都合なんだ。校内でいろいろと調査したいんだけど、沢先生に睨まれちゃってさ。沢先生に？ああ、部外者は出て行けって言われて困ってたところなんだ。だけど顧問になればもう部外者じゃない。校内をうろつく大義名分ができるってわけだ。この提案、双方にメリットがあると思うんだけど、どうかな。探偵としての経験はそれなりだ。でかい案件だって解決したことがある。おっしゃりたいことは理解しました。何らかの目的で調査をしていた。そう考えると確かに辻褄が合うことも多い。ですがまだあなたの主張を全面的に信じたわけではありません。そこで一つテストをしましょう。テスト？こいつと話して30分かかってんだけど。すぐそこですから。え、どこ？あ、おい、部室かな。なんか今時の学生ってめんどくさいの多いのね。ん？なんだここ。ここ部室。結構でもいいとこにない？この部室。ここは？ミステリー研究会の部室です。ハリーポッターの部屋じゃん。部室？これが？てか普通階段下って倉庫よな。部活数に対して部室の数が足りず倉庫を間借りしているんです。さあどうぞ中へ。あ、ちなみに他の部員もいますので。元空手部黒帯男子の。興味ねえ、知ってんだろお前。そう、警戒すんなって。なんか操作してるな。え、姉ちゃん、その人は？八神さん、顧問候補の人。
弟ですか。顧問にふさわしいかどうかテストをしようかと思って。ふーん。どうも、俺は天沢健人、この人の弟です。ミスケンの用心棒やってます。姉ちゃん、いろんな危険なところに首を突っ込みまくるんで。矢上さん、おかけください。どうも。どうぞ。あら、しっかりした弟くん。気が利くね。で、天沢さん、さっきの話の続きだけど。じゃあミステリー研究会について。ミステリー研究会の活動内容について教えてくれる？何するの？一応顧問候補として知っておきたい。ミステリー研究会は私が立ち上げた部活です。基本的な活動内容は、古今東西のミステリー小説を読み批評することですが、必要に応じて課外活動も行っています。つまり、課外活動？巷のミステリーを追うこと。あー、それって要するに探偵みたいな活動？すごいね。さっきやってたみたいな。トラブルに首突っ込んで回るのは感心しないな、顧問候補としては。誤解しないでほしいのですが、安楽椅子探偵のごとく机上の推理で完結するならば、それがベスト。何、安楽椅子探偵って。そうしてもらえるとありがたいね。とはいえ、何事にも例外はあります。例えば、警察や教師でさえ気がついていないトラブルや事件の匂い、そういった匂いを嗅ぎつけてしまった場合、放っておくわけにはいきません。危ないからね。嗅ぎつけるのはいいとして、 その先は警察に任せといたら。危険だし。危険だよ。でしたら、矢上さんのことも警察にお任せしますか。まあ、それは、あ、いや、それはそれは別と。こんな具合に割り切れない事件も多々あるのです。なるほど、納得。口だけは本当うまいな、この女。テストって？なあ、さっき言ってたテストって。あなたが探偵であり、カメラも調査のためだった。確かにそう考えると筋が通ることも確かです。ですが、その主張を安易に信じ、天津さえすぐに顧問になってもらうなど不用心すぎます。まあそうだよな。ですので、矢上さんの探偵としての能力、そして人間性を見極めさせてほしいんです。その上で判断させてください。あなたに顧問をお願いするか、それとも盗撮魔として差し出すか。なるほどね。だけど、どうやって見極めるつもりだ。私たちは今ある事件を追っているのですが。追うな追うな、学生が。その調査を手伝っていただこうと思います。事件？何の事件？いや、なんかそこに調査資料みたいなのあるもんね。そのある事件についてなんですが、矢上さんはパパ活をご存知ですか？パパ活？パパ活？いや、もうなんか大人が矢上さんの声でパパ活とか聞きたくない。お小遣いをあげてデートしてもらう活動だろ。はい、私が今追いかけている事件はそのパパ活に関するものでして。高校生パパ活？早いな。この高校のダンス部の女子がパパ活をしているようなのです。そんなパパ活パパ活言うなよ。それが誰なのかまではわからないのですが。ダンス部の子が？まあ問題って言えばそうだろうけど、事件って言うほどか。いえ、問題はそのパパ活女子の身に危険が迫っていることなんです。事件だけどね。危険が？情報源が SNS ですので、漠然とした情報ではあるのですが、どうもその女子のやり口が悪質で大変な不評を買っているとのことでして。悪質？女子が悪質は？何度もデートを重ね、お小遣いを稼いだ挙句、頃合いを見計らい雲隠れするそうです。詐欺じゃん。次こそことに及べる。そうに酔わせ、最後に大金をおねだりし、ドローン。まあ確かに恨みは買いそうだが、自業自得だろう。金払って未成年とデートして文句言うのもな。それはそうなんですが、彼女に逃げられた一人が
元半グレの立ちの悪い男のようにして あの女を見つけ出して半グレですらなんかもう犯してぶっ殺してやるって感じなのにと息巻いていたそうなんです。ああ確かにそりゃ物騒だな。でその元半グレの男仲間まで連れ出して必死にパパたち女子を探しているらしくて、このままでは危険なのです。一刻も早くパパ活女子の正体を掴んで警告してあげる必要があります。確かに放っておくわけにはいかないな。事件を未然に防げれば御の字だ。そうその通りです。真の名探偵ならば事件が起こる前に防ぐべしです。お俺もそう思うよ。なるほど。君たちが追っている事件については理解したよ。テストの内容もな。で、具体的に何をすればいい？何でも手伝うよ。かのシャーロック・ホームズは探偵として様々な人物に変幻自在に化けたと言います。ある時は老婆に、またある時はホームレスに、他者の目を見事に欺き調査を有利に進めていました。潜入捜査ってやつだ。ええ、探偵として必要とされる能力の一つかと存じます。そこで八神さんにはダンス部にアドバイザーとして潜り込み、パパ活女子の情報を探り出してほしい。八神さんダンスできんの？はあ？俺がダンス部のアドバイザー？実を言うと私もこれまで何度かダンス部にアプローチし情報を得ようとしてきたのですが、彼女たちの結束は固く、部外者に身内の秘密を話してくれそうになくて、ならば第三者がアドバイザーとして潜入し信頼を得た上で情報を引き出すことが最善策かと。いやそもそも俺ダンスなんてやったことないけど。やっぱダンスやったことなかった。アドバイザーはさすがに。そこは大丈夫です。ダンス経験のある先生の方が少ないですし。少ないんだ。勉強しながら教えている先生も多い。意外でもないか。先生って忙しいもんな本当に、はあ、先生になるまでも忙しいし、最近ダンス部は顧問の先生が休みがちで困っているようでして、そこに八神さんが現れ大人としていい助言ができればきっと信頼してくれるはずです。でそういうもんか。うまくいくか。あなたが本当に腕のいい探偵ならばそのくらい何とかしてみせると思います。なるほど。簡単なテストじゃないってわけだが、まあ一般的なアドバイスとかで切り込めばなんとかなるか。さてそろそろ練習の始まる時間でしょうし、早速向かいましょう。練習場は体育館の地下にあります。私もダンスかじったけど。もし顧問になったらよろしくね。姉ちゃんのテスト厳しいと思うけど頑張って。はい。なんか弟は弟でなんか爽やかすぎてちょっとびっくりすんな。はい、ちょうどいい時間なんだけどな。うん、今日はここでやめとこう。はい、というわけで、今回はこちらで終わりです。もうあの子と話してるだけでパート1を1パートか終わっちゃったよご視聴ありがとうございました。ちさでした。